はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。グノーシア実況プレイ始めていきたいと思います。乗員12人、グノーシアが4体いて、エンジニア、ドクター、守護天使、留守番がいて、AC 主義者とバグがいない。そしてゾンビ先生の役割は乗員ということで、まあこれイベントサーチで出たんですけど、かなり乗員有利感あるけどね。どうなんだろう。ただ役職者が多いんで、なんか間違われないようにしなきゃいけないのかな。グノーシアと間違われないようにしなきゃいけないかな。ループ120ですね。グノーシア汚染者は外見では判別できません。皆様どうかどうかご注意くださいませ。はい、何者でもないからね、自分は。はい、名乗り出るように、まあ4人いるからね、必ず語りは出ると思いますけどね。私がエンジニアだ。ふふ、お似合いだろ。汚染隊グノーシアの発見は任せてもらおう。おしげみち、待て待て、エンジニアは俺だけだぜ。ジョナスは怪しいぜこいつは。ステラ、ではしげみち様、ジョナス様、今後は調査をお願いいたします。権限の審議によらず、調査報告は貴重な情報源ですから。そうね、それはそうだよね。名乗り出ろ、ドクター。ドクターが名乗り出るように促した。説、ドクターとして発言するよ。グノーシア化した生物の判別はかなり難しい。でもコールドスリープ中の生物なら判別可能。くくるしかね。ドクターは自分、説ではない、そう言っているらしい。はい、じゃあまあ留守番も出てほしいが、あとちょっと一回様子見ますかね。うん、よしよし、 OK。 ステラさんね、まずは情報を集めるべきですよね。留守番権限をお持ちの方は公表なさいませんか。いいですね。ラキオ、ラキオね、これね、排除したいんだろってみんな分かってるんだね。ジナも今回は大丈夫ですね。はい、どうしようかな。まあ最初に人間だとやっちゃいますかね。うん、茂道、SQ、セツ、ククルシカ、コメット、ステラ、レムナン。かなり言わなかったな。ジョナス、シャーミンか。あ、2人だけか。そっかそっか、あんまり人数多くないんだよな、今回な。ジョナス、シャーミンか。怪しいな。怪しくはあるな。12人ですね、今ね。どうしようかな。誰にする？ SQ？ シャーミン、シャーミンかな。シャーミン疑ってみようか。ね、まあ言わないことも多いけどね。グノーシアじゃなくてもね。確かに不審かなって言ってますね。誰かかばう？あ、コメットかばうのか。4体もいるからな。ちょっといや、シャーミン釣らね。とりあえず。どう？他に気づいた人いる？大丈夫ですね。おい、ゾンビ先生に入れてるの誰だい？コメットか。あ、土下座だ。ちょっと待って待って。それはさ、説、やめるんだ、シャーミン。恥ずかしいと思わないのか。ちょっと待ってよ、見送るんかい。そういう言い方なのに見送るんかい。そうかい。どうしようかな。レベルアップできるんで、レベルアップしときましょうか。だけど、レベルアップしましょう。演技力をちょっととにかく今上げてるんですよね。はい、じゃあ演技力上げましょう。それでちょっと茂道と話してみようかな。あれ、茂道いない？いない、いないのか、いないのか。このいるいないってなんだろうね。まあ、ジョナスと話してみますかね。はい、私の動向を伺いに来たのか。ふふ、それは良い心がけだな。どういうことだ。おお、守護天使守ったの。あは、誰も襲われてないって。敵さん失敗してんじゃん。今回だからあれだね、誰もいなくなってないだね。投票された人も土下座で回避しちゃったから何も変わってないよ、1日目と。すごいな、それも。それもすごい話だな。だ、報告ってないんじゃない、エンジニアだけだね。ドクター報告ない。はい、ジョナスは説白出ししました。茂道は SQ 白出ししました。白出し白出しか。
ねえ、だからもうドクター報告ないもの、珍しいな。今回珍しいものが見れましたね。地味だけどさ。でシャーミンじゃないの。わかんねえよもう。SQ がステラと協力しようと言って、ステラは断りましたね。そうね、そう言ったよ。さっきもそう言ったよ。でみんなね結構ね入れてたんだけど、説、シャーミン説によく助け求めるんだけど、説的には助ける義理ないと思うんだよね。そうだよね。すまないが、この状況ではシャーミンに肩入りすることはできない。ただでさえあんまり好きじゃないのにさ、なんか助けを求める相手間違ってると思うけどね。様子見ますか。あー、かばうのか、コメットさんよ。どうかね、そういう人いる。あー、ジョナスも来るのね。ラキオはそうね。じゃあ反論に加わっとこうか。はいはい、どうだろう。何、え、何何何、どうした。重道、ジョナス、俺と勝負しやがれ。どうしたの。何、重道、え。これあれ、エンジニア同士だから、エンジニア同士の勝負みたいな。ジョナス、ほう、何何、重道は。いやもうゲームなんだけど、これが。重道、どっちが本物のエンジニアか、ゲームで勝負だ。これがゲームなんだよ。そういうゲームなんだけど、なんだ。ジョナス、ゲームか、不勉強にして最近のゲームには詳しくないが。んじゃあレトロゲームならどうよ、ワクワク人間牧場で対戦しようぜ。レトロゲームね、ゾンビ先生も結構好きだけどな。レトロって、この時代のレトロっていつのゲームなんだろうね。レムラン、レムラン、レムラン参戦してきた。え、ワクワク人間牧場ですって。ジョナス、懐かしいな、人牧か。私は構わんが、勝てると思っているのが。あ、なんかみんな懐かしいゲームなんだね。インベーダーゲームみたいな感じなのかな。説、別にいいけど後にしてくれないか。まあ説さんはあんま興味なさそうだよね。映画もね見たことないみたいなこと言ってたからさ。重道、おお、そうだな、いいな、ジョナス、後で娯楽室で勝負だぞ。おお、ジョナス、望むところだ。レムナン、うわー楽しみだな。なんだこれ。後にして、説怒っている。説さんが怒っている。レムラン、ひー、すいません。いや、なんだなんだ、じゃあこいつらは生かしとかんといかんよ。雑談しようか、じゃあこの流れでね。この流れで、もうゲームで脱線した流れで雑談しておこうかね。はい、じゃあ誰だ。ちょっと待って、なんか変なことになったから。じゃあ誰だ。やっぱりシャーミンじゃない。シャーミン絡んでなかったじゃん。だもうシャーミンだよ、もうシャーミンね。はい、シャーミン、シャーミン、そうそう、みんなそうだろ。ちょっと待って、危ね、なんだよ、ゾンビ先生多いじゃん。重道、コメット、重道、コメット、シャーミンか。お前らじゃねえの。グロー氏はお前らじゃねえの。単純にそういうことじゃない。まあまあ、エンジニアのどっちかと、そうだね、ドクターのどっちかもね、愚弄者のはずなんで、さすがにこれはないよね。はい。俺がゴールドスリープしちまったら、寂しくなるぜ。後悔するなよ。しないしない。ね、人牧の勝負見れなくてかわいそうにな、お前、シャーミンよ。はい。重道とジョナスが娯楽室で勝負しているはずだ。行ってみよう。行ってみよう。おう、レムラン。遅いですよ、ゾンビカタロウさん、バトルはもう始まってます。すごいな、もうめっちゃ熱心だな、レムナ好きなんだね。うん、すごいすごい。チェス、なんだろう、チェスみたいな感じのやつなのか。うん、なんだろうこれ。皆が見守る中、重道とジョナスの対戦が進んでいく。重道、へへ、意外とやるじゃねえか、ジョナス。このゲームキャプター S をここまで手こずらせたのはお前が初めてだぜ。何このゲームキャプター S って、カードキャプター桜的なやつなのね。重道、なんだろうな。すごい上手いんだね。レムラン、
ゲームキャプター S ですって聞いたことがあります。有名ゲームコレクターにしてトップクラスのプレイヤーだと。まさか重道さんが。重道の S なのかな。シャーミンじゃないレムナンのこんな表情も初めて見たな。ジョナス、ふふ、相手が何者だろうとワクワク人間牧場ならば引けは取らんよ。何、ほんの100年ほどやり込んだことがあってね。そうか、まあ時間はねめちゃくちゃあったろうからな。いやでも100年スパンであれだね、遊ばれるゲームってすごいね。ステラ、あの頃のジョナス様はゲーム以外何もなさいませんでしたから。廃人だなもう完全にゲーム廃人だな。はい。お、レムナ、待ってください、ジョナスさんの遺伝子改変がかなり進んでます。そろそろ来ますよ、超人類の拳が。どういうゲームなんだよなんだろうシミュレーションゲームなのかな。なんだ重道、左遷気象衛星トリカブト。なんだそれで防げるの。レムラン、あっとこれはむっちゃゲーム実況してるね、レムランくんがね超ゲーム実況してる。おお、どうしたどうした、データ更新された音鳴ったけど今あ、重道が負けちゃったんだ。重道、くっそー負けたー。ジョナス、以前の私ならば敗北していただろう。だがグノーシアとして覚醒した私はもはや無敵よ。あれ、なんか白状しちゃったよジョナス、ジョナス白状しちゃったよ。えってなれば説あそういうイベントなの、説あん、コメントん、そうだよね、今言ったよね。ステラ、まあみんな順番にびっくりしていくレムラ、え、ジョナスいやいや言っちゃったよね、えグノーシアだと言ったよ、君は今白状ジョナスがコールドスリープしました。そういうイベントなのか、面白いなこれ。あー、でジョインデータ更新もついてくるのね、これは嬉しいね。そして昨夜は誰も襲われませんでした、これは嬉しいね。ジナ、今日もみんなに会えたね。これは嬉しいですね。はいはいはい、ジョナスは凍りましたと白状しちゃったから、ね、じゃあまあ重道が死んだということは分かりましたね。だからまずまあシャーミンがどうだったかっていう話なんで、とりあえず報告ですね。クックルシカは、あ、そっか、2体同時だよ今回ね。ジョナス、シャーミンはグノーシアだった。説、食い違いが出たね。私の情報を公開します。ジョナスはグノーシア化していたよ。じゃあシャーミンはそうじゃなかったって言うんだね。エンジニアどうだい。重道、おっと、俺の番だな。報告、ククルシカは俺と同じ人間だ。よし、次はグノーシアを当ててやるぜ。ってことはさってことは説、偽物じゃん。めちゃくちゃ話早いな。でそしたらば、そしたらば、説が、嘘をついてるんで、じゃあシャーミンもグノーシアだったってことだね。じゃあシャーミン・ジョナス説が決定ですね、これでね。説決定で、グノーシアはただあと4体ね、全部で4体いるので、じゃあ説がそうだとして、あと誰なんだっていう話だよ。あと誰なんだっていう話で、残ってるのは、SQ、ステラ、コメット、レムナン、ゾンビ先生のまあ誰かですねっていう話なんだね。ただ、すでにエンジニアが調べてる人っていましたっけ？重道が調べてる人、SQ は調べてるから SQ は違うんだね。って話だわ。はい。めんどくせえから先にどうだい、もうあの説から行っちまうかい、どうだい、ちょっと様子見ますかね。そうね、ステラさん、これで重道様がエンジニアだと証明されましたね。ふふ、嬉しいです、とても。
それ俺が絶対エンジニアだってことだろ。おー、サンキューなステラ。でも重道のおかげだからね。重道のおかげでジョナスが口滑らしてね、あれ嘘だったってことある？あれ間違って言っちゃったみたいなあるかな。そうだねラッキーもその通りだね。もうしょうがないよな。説も分かってるよね。それはさすがにね、言い逃れはできないね。ふっ、私失敗ばかりだ。それはさすがにわかるよ。雑談ってしたっけ？雑談しましたか？してないですね。ちょっと雑談しときましょう。もうとにかくね、自分が釣られない、自分が消されないようにしたいとね。はいはい。孤独死とか言うなよ、ジナさんな。お前こないだものすごくいい感じだったじゃないの。はいはい。 SQ ね、SQ はまあ茂道受けてもおかしくないですね。そうですね。あ、もちのロンだぜ。なあ SQ、 相棒って呼んでいいか。今回ほんと茂道様のおかげだね。今回も茂道様のおかげで大変いい感じになっておりますね。コメットは信用できない。コメットはありか。コメット信用できないはありかもね。ゾンビ先生に入れたりしてるんで、そこもちょっとね、なんかやだなっていうのはありますね。コメット、そうね、コメットいいんじゃない。ちょっとゾンビ先生も加担しちゃおうかな。おうほうほうほう。はい。おー、だいぶあれだね、いろんな人から名指しされてますね。もう投票始めようか。説、どうなんだろう。説はもう生かしとくっていう流れなのか。もうだから説コメット行きたいですよね。説かな。まあ順当に行きゃ説だと思うんだけど。あ、まあそうなるか。あ、じゃあもうコメットじゃんこれねえ、説コメットでとりあえずゾンビ先生に入れとけみたいな。そうだね、説。当然の選択だと思う。すまないが後のことはよろしくね。そうだね、それはちょっとしょうがないな。はい、オッケー。誰だい。ジナか。なんだ、嘘ついてるよかな。ジナ、ゾンビ語ろう。ゾンビ語ろうは気づいてる？コメットは嘘をついている。だからきっとコメットは人じゃない。まあ留守番のね、留守番のあなたが言うんだから間違いなかろう。私が嘘に気づいたことをコメットも分かってるかもしれない。だからもし私が消えたら思い出して、私が言ったことを。大丈夫だよ、みんなもうコメット疑ってるからね。うわー、すごいな。守護天使もめちゃくちゃいい仕事すんじゃんねえ。すごいすごい。ありがとうございます。白出しです、白角ですね。そしてね、はい、報告求めますよ。まだ報告していないものをお願いします。説グノーシアだね。もう決まりだけどね。コメットでしょうここは。なんかある可能性として。エステラ、これで SQ 様が上院だと証明されましたね。ふふ、嬉しいですとても。おいおっと、上院に出ましたね。いかにも SQ ちゃん正真正銘の上院よん言ってますね。まあじゃあコメット行きますか。コメットだと思うけどな。はい、皆さん乗って、まあジナさんはね自分で言ってたしね、かばう人いないもんね。おお、レムナ、クークルシカさんがドクターだとすると、間違いないですね。もうね、人木でテンション上がりまくってるからね、レムナンは多分ね。どうすんの、誰か疑うとかないの。ありがとうございます。まあ白角ですよね。はい、ステラ、これでゾンビカタロウ様が上院だと証明されましたね。感謝します。はい、いいんだけどさちょっとみんなもうあれか、コメント疑うのはもうみんなそうだねってなってんのかな。はいはいはい、 OKOK。 まあまあ最終確認ですね今のは。これでさ、釣ったらこれめちゃくちゃ効率いいじゃん。これはすごいね。これはすごいんじゃない、うまくいけばだけどね。はい、これはちょっとまあ、おー、ジナね、ゾンビ語ろう信じてくれたんだね、私のこと。もちろんもちろんですよ。ありがとうゾンビ語ろう、私忘れないから。
もちろんですね。コメントコールドスリープ、ほい来た。これもすごいんじゃない今回ね。ステラ、グノシア班の消失、これで私たちの勝利が確定いたしましたね。レムナ、グノシアに消されるのと、これから生きていくのと、どっちが辛いんでしょうね。どうだろうな。レムナンな、なんとか S 級から離れたところで生きられるといいな。うん、結果を表示します。今回もすごかったくない？やばいねこれ。グノーシアの脅威は去った、今はただこの勝利を祝うことにしよう。で、もう完全勝利ね。シャーミン・ジョナス説コメントで、他誰も犠牲が出てません。すごいね、守護天使めっちゃいい仕事した。誰かというとレムなんだ。やってくれるね。で今回ね、ワクワク人間牧場、略して人牧イベントが見れましたしね。完全勝利だよ。4日目勝利、 35,213 経験値を獲得、レベルアップ可能ってすごいな。いやー、これまたちょっと奇跡的なね、勝利でしたね。はい、ということで次へ終了してよろしいですか。はいはい、ということでね、今回の動画はこれぐらいにしておきたいと思います。最後までご視聴いただいた皆さん誠にありがとうございました。面白いなと思ってくださった方とかね、ちょっとこれからもグノーシア見ていきたいなというふうに思っていただいた方はぜひ、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。